小林誠也と安田雅史と的場浩司のはじめの散歩。皆さんこんばんは、安田雅史です。皆さんこんばんは、プラスボックス新人俳優の的場浩司です。今回もこの番組を聞いていただきましてありがとうございます。今月も残念ながら相方の小林さんお休みなので、以前ゲストに来てくれましたプラスボックス新人俳優の的場浩司くんがマイクの前にスタンバっております。浩司くん、どうかよろしくお願いします。はい、緊張しておりますが、前回のリベンジをしようと思っておりますので、安田さんお手柔らかにお願いいたします。リベンジってどういうこと？いや、前回のラジオ出演は人生初めてだったんで、はい、あっという間というか正直全く覚えてないのでいやいや、はい、きちんと自分の舞台の告知とかちゃんとしたと思いますけど、はい、まあ、ラジオに出てから学校のみんなの反応とかどうだったの？実は恥ずかしくて全くあまりカンパニーのみんなに話せてないんですよ。あ、本当に、はい、もったいないな、それは。まあ、せっかく、まあ、再編集の映像配信版で、はい、まあ、YouTube にアップしてもらってるのですから、はい、そうです、すいません、ね。まあ、じゃあ誰にもこのラジオの出演は言っていないと、はい、あ、いや、一応田舎の親には伝えたんですけれども。親御さんの反応は？第一声がやっぱり違うねという。違うね。やっぱりお二方、先輩とお二方と共演させていただいたじゃないですか、はい、やっぱりその喋り方、あと間の作り方っていうのがやっぱり違うから、学んでいこうねっていうなるほど、助言していただきましたね。あ、なんか嬉しいですね、そう言ってもらえて、はい、まあ、僕もまだ勉強中なので、まあ、これでも、まあ、先輩なので一応、まあ、いやいや、星君の見本になれればいいかなと思ってますけど、はい、まあ、今回のラジオは周りの皆さんに、はい、まあ、出演をねきちんと伝えて、はい、まあ、このオンエア後、まあ、大体1週間後ぐらいで、はい、まあ、YouTube に、まあ、再編集映像配信版としてアップしていただくので、はい、今回はぜひ周りの人に見て感想を聞いて参考にした方がいいと思います。わかりました、必ずそうします。はい、ということで、はい、まあ、それでは、まあ、話を蒸し返すようで申し訳ないんですけれども、はいはい、前回のゲスト出演についてなぜリベンジなのか、ちょっとそこを。なかなか自分が考えていたより全然喋れなくてですね、その当時なので、せっかくの機会をいただいたのにこう申し訳ないという思いが強くてですね。なるほど、だからリベンジということ。そうなんです、はい、なるほど、はい、じゃあリベンジという気持ちも大事ですけれども、はい、まあ、もっと楽しくというより、まあ、自分が楽しんで話さないとリスナーさんの、はい、まあ、皆様にも耳に入っていかないと思うので、はい、まあ、日本語的にはどうかと思いますが、はい、まあ、どんどんリラックスして、まあ、浩司君自身も楽しんでください、はい、まあ、どうか今回よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、それでは、番組の進行に戻りまして、改めて僕安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、はい、1996年栃木県生まれで、高校までは野球一筋で頑張ってまいりました。現在はドラマや映画のエキストラや、たまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。将来は俳優として皆さんの記憶に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいと思っております。そして今回そんな僕と番組を進行してくれるのは、はい、プラスボックスにこの冬から所属させていただきました新人俳優の的場浩司です。山形県酒田市出身の21歳で、現在昭和音楽大学でミュージカルを勉強しております。僕はこの190センチぐらいある身長を生かしまして、人に誇れるぐらいの現場経験を積みながら、まずはスタッフさん、そして監督さん、周りの方に自分の存在、僕の存在を覚えていただき、いつかこう的場浩司はこの役に任せたい、的場浩司にこの役を任せたいという信頼を勝ち得るようになっていきたいと考えています。どうかラジオをお聞きの皆さんも、山形県の長身俳優的場浩司とだけでも覚えていただければ嬉しいです。なかなか熱い自己紹介の後に、まあ、普段通り、はい、コーナー告知で申し訳ないんですが、はい、もう浩司君、タイトルコールお願いできますか？はい、マー君ジャスト50の一人旅のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕安田雅史が、はい、毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅に向かって、必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、そのような生き方をご紹介させていただくコーナーです。
ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは変えることはありますことご容赦ください、はい、今回は今の季節にぴったり、ま、冬の日光鬼怒川温泉に行ってまいりました。ま、ちなみに毎回そうなんですが、はい、ま、今回もいつも通り一人旅ですそうなんです、はい、まずはこの鬼怒川温泉駅について少しご紹介させていただきます、はい、この鬼怒川温泉駅は我がふるさと栃木県の日光市にあり、開業は1919年、大正8年3月17日で、はい、なんと来週17日で創業100周年を迎える伝統ある駅です。ちなみに2017年度の1日平均乗車人員は3062人で、まあ、これはこの駅が通る鬼怒川線の中では1位だそうです、はい、駅周辺には駅名の名の通り鬼怒川温泉街が広がっており、はい、浅草方面からの特急鬼怒、新宿方面からの特急スペーシア、鬼怒川ですね、はい、や、まあ、会津若松方面からの快速、会津マウントエクスプレス、はい、また、下今市市始発の、まあ、C11 の SL 大樹などの、まあ、始発終着駅となっている運用上の主要駅でもあります、はい、まあこんな、そんな、鬼怒川温泉駅のに僕は行ってきたんですけれども、はい、まあ、今回どのような行き方をしたかというルート説明に移りたいと思います。まず行きはですね、山手線内回りに乗りまして、田端駅から池袋駅まで行きます。ここで4駅です。そして先ほどもご紹介しましたが、まあ、特急スペーシア鬼怒川に乗りまして、はい、池袋駅から、はい、目的駅の鬼怒川温泉駅まで、1本で行きます、はあ、ここで7駅で、はい、まあ、行きは合計しますと11駅となりました。そして帰りなんですが、帰りは鬼怒川温泉線というものを、管に乗りまして、鬼怒川温泉駅から、下今市市、はい、あ、すいません、失礼します、下今市駅まで行きます、はい、そこで6駅ですね。そして東武日光線に乗り換えまして、下今市駅から、新栃木駅、ここで11駅です、はい、ここで、まあ、同線なんです、同じ線なんですが、まあ、乗り換えをしまして、次に、新栃木駅から、栗橋駅まで行きます、はい、ここで8駅です。そして JR 湘南新宿ラインに乗り換えまして、栗橋駅から、赤羽駅まで行きます、はい、ここで10駅です。そして、京浜東北線に乗り換えまして、赤羽駅から、帰りの目的駅の、田端駅、ここで4駅です。合計合わせますと39で、行きと帰りジャスト50になります、まあ、さて今回僕がこの鬼怒川温泉駅に向かった理由なんですが、はいはい、まあ、まだまだ寒さが残るこの時期に、まあ、温泉とまでは行かなくとも、まあ、贅沢とは行かなくとも、うん、足湯に浸かりたいと思い、はい、まあ、せっかく行くならこれまで行ったことのないザ温泉みたいなところに行ってみたいなと考えました、はい、番組の企画とはいえ一応自腹で毎回チャレンジしているので、まあ、せっかくなら自分の出身地である栃木県の有名な温泉に行ってみようと思い、その中でも、まあ、僕的に一番メジャーというか、はいはいはい、おそらく誰もが知っているのではと考え、はい、鬼怒川温泉駅にしました、はい、この鬼怒川温泉駅の駅前広場では無料の足湯の設備があり、到着早々しっかりバッチリと利用させていただきました。いいですね、はい、予想以上に寒い中の足湯は最高でした、はい、この、効能ですけど、単純温泉のアルカリ性だそうです、はい、で昔から、鬼怒川温泉は火傷に対する効能があるとされてるらしく、はい、他にも神経痛、はい、筋肉痛、はい、冷え性などなど、まあ、やはり有名な温泉なだけあって体にいい効果がたくさんありました、はい、まあ、今回行ってきて一番強く思ったのは、まあ、やっぱり温泉っていいな、日本に生まれてよかったと、ね、まあ、改めて感じました。皆さんもまだまだ寒い日が続くと思いますので、まあ、どうかお近くの本当の温泉、日本の地形や国土、伝統や昔からの生活習慣でもある温泉で温まっていただき、どうか日頃の心と体の疲れを癒してみてはいかがでしょうか、はい、
まあ、ちなみに打足となるかもしれませんが、はい、まあ、今回ご紹介させていただいた鬼怒川温泉駅は関東圏からですとおそらく特急で乗り換えも少なく行きやすい場所であると思いますので、まあ、ぜひ リサーチしていただければと思います。以上、今月のマー君ジャスト50の一人旅のコーナーでした。的場講師に10個聞いてみたお仕事編のコーナー。改めまして、はじめの散歩、今回の担当は僕、プラスボックス新人俳優の的場浩司と安田正史でお送りしております。そして今浩司くんが言ってくれたように、番組タイトルいつもの僕、安田正史と小林誠也の2人で番組進行する場合は、はじめの2夫、スペシャルなアシストの方が僕ら2人のピンチヒッターとして入っていただく場合には、番組タイトルもはじめの散歩に変化することをお知りおきください、はい。まあ、ここまで浩司くんずっと出っ張りですが、はい、まあ、前回のリベンジは果たせていますか？もう今はもう果たすしかないという使命感が使命感なるほどどうか次に繋がりますよそうですね、だから、まあ、この経験も多分次に生かせると思う、はい、まあ、まだまだ時間もありますので、はい、リベンジしてください。ありがとうございます、はい。さて、ここからは先月スペシャルアシストとしてご出演して、アシスタントとしてご出演させていただきました、はい、モデルで女優の、小向明さんに実施させていただいたんですが、まずは10個の質問に答えていただき、まあ、僕の独断で気になった回答をいくつか掘り下げていこうというコーナーです、はい。まあ、ちなみに前回はお仕事編ということで、まあ、お仕事についての質問を、10個用意しましたのでお答えください、はい。今回ですね、あ、今回ですね、すいません、今回はお仕事編ということで、はいはい、じゃあ大丈夫でしょうか、はい。それでは1つ目、事務所の社長面接は今でも鮮明に覚えている、はい。イエス。初めての現場は緊張した。ノーです。大学の授業中でダンスのレッスンより演技のレッスンの方が苦手だ。ノーです。自分の姿をテレビで見た時予想通りであった。ノー。大学の授業とプロのワークショップのレベルは全く違った。イエス。自分の出たドラマや映画は録画してチェックする。イエスです。セリフ覚えはいい方だ。イエスです。現在の身長、高渉189センチは仕事を続けていく上で得だ。イエスです。この前行かせていただいた現場で宇賀隆さんにお会いして緊張した、うん。ノーですね。将来出演するなら戦隊ものより朝ドラだ。イエスです。はい、ということで10個お答えしていただきましたけれども、はい、まあ、まず、まあ、1つ目からいきましょう、はい。事務所の社長面接は今でも鮮明に覚えてるということで、はい、鮮明に覚えてますか？まず1つ考えられも、あの、緊張したっていうのが1つ、あ、それで覚えてる、覚えてるっていうのも1つあるんですけれども、こう話していくうちに、はい、こう業界のことだったりどうやって上がっていくかっていうものも、こう赤裸々に話していただいたのと、あと僕の夢と目標を話した時に、こう親身になって考えてくださったので、その時にこう感謝の気持ちっていうのは今でも深く思っていますね、残ってます、はい。すごいですね、これ社長聞いてたらすごい多分、いや、社長のために言ってるんでいやいや、それは、はい、言わない方がいいと思う今ので綺麗にまとまってた可能性があったのにそうですねじゃあ次2個、はい、2つ目、2つ目、はい。初めての現場は緊張したはノーということで、はい、ですけれども、緊張しなかった？そうですね、僕が初めて現場を踏んだのが、あのドラマのエキストラだったんですよ、うん。あの松田龍平さんの隣を歩かせていただくっていうお仕事が僕にとって最初のそのお仕事で、はいはい、その時はその緊張感というよりもやっぱりこの世界に一歩踏み出せたなという実感がありましたね、その時は。すごいな、はい。まあ、僕の場合は、はい、まあ、緊張というか、はい、なんか気づいたら終わってたみたいななんか何もできなかったみたいな、覚えてないんです、ね。そうなんです、そうそうそう、もうあっち行ってこっち行ってって、なんかこれがこの業界というかこの世界の第一歩だっての僕もあったんだけど、はい、なんかあのやってるうちになんかスッて終わっちゃって、後でそれをあの先輩とかに話したら、はい、まあ
初めはまあそんなもんだよみたいなこと言う。でも本当はそういう現場で、はい、まあ、勉強じゃん、勉強してる、はい、ね、勉強というか、まあ、するためにも行ってるわけだし、まあちょっともったいないことしたなみたいなことは僕も思っちゃったけど ね, で, ね。でも緊張しないっていうのはいいことかもしれないけどね。緊張はあまりする方ではないんですよ。する方ではなくて、あのもう逆に言うと、あの社長に会った時は緊張するという現場とから そっちの方が緊張すると。緊張しますね。やばいな、そっちの方が赤裸々に話して大丈夫なのかというのがあるけど。そうですね、はい、じゃあ4番、4番、自分の姿をテレビで見た時、はい、予想通りだった。僕あのよすそのこれが脳で、はい、この時はそうですね、脳の時はあのやっぱり通行人の役というかエキストラの時は、その通行人、ただ最初はその、うん、その分からない部分もあって、ただ歩けばいいと思ってた部分があるんですよ。ただ歩いてればその通行人に見えるのかなって思ったんですけど、実際そのテレビで見てみるとただ歩いてるだけの人に見える。実際その人が、いや通行人にも通行人の人生があるじゃないですか、まあ、まあバックボーンがある。そうですよ、その考えをそのなしでただこうただ歩くだけ、歩いちゃうとどうしてもそのね、見え方がもうただ歩いてる人誰っていう、要は実際に通行してる方、その人の人生を語ってるわけではないので、そういう部分でその予想通りではなかったですね。あ、はい、なるほど、そう、はい、自分では見えなかった、見えなかったです。はい、あ、でもそこまで分析できるんだったらすごい。いやいや初めてでしょそれ。怖かったですね。あ、怖かった。実際あのテレビで見るとやっぱり怖いですね。あ、まあ確かにね、僕もなんか見たりはするんですけど、はい、あ、でもやっぱりなんかその良かったところ悪かったところってあるけど、大抵僕は悪かったところばっかりじゃないですか。そうそのバックボーンが全然見えないとかもあるし、やっぱ難しいなとは毎回思う。まあでもね、次頑張ろうとは思う。あ、そうですね。じゃあ次、はい、次の質問、じゃあ6番目、自分の出たドラマや映画は録画してチェックする、これはイエスということで。まあそうだよね、そうですね、その勉強のためにっていうのもあるんですけど、まあ、そうだよね、まあ、まだ、はい、それもあるけど、はい、親御さんとかは録画したりとかはしてるの？見たりは？あんまり直接聞いたことはないんですけど、逆にその出たよっていう報告は してるんですけど、実際その本当にまだ短い時間しか出れてないので、まね、その後ろ姿とかがあるので、そういうのでも発見してくれたらたまに嬉しいですね。そういう、でも高志君身長高いからなんか発見しやすそうな気がしなくもないけどね。確かにそうです。結構なんかあのこの前 その現場に行った時も結構前の方に僕あの一度出させていただいて、うん、でも身長高いから映るかなって思ったら、うん、いきなり走れって言われて、要は走ってるからもうなんかこう身長どうこうじゃないで、走ってこうカメラ前をこう横切るというそういう役のことだったので、あんまり身長生かせてないなと今考えるとあんまり生かせてないなっていうところですね。その現場ではだけど、はい、まあ、でもあれだよね、あの8番で、はい、身長は得だって言ってるけど、あのあなんかあったの？そのあれなんで、先ほどの質問の中にもあったんですけど、あの宇梶隆さんと、ああそう、質問じゃないと、あの某あの CM 会社のスタッドインに参加させていただく機会がありまして、うん、その理由っていうのが、宇梶隆さんは190センチの高身長でして、うん、そうですね、僕が今189センチ、その身長、そうですね、その身長の共通点というものがあって、そのお仕事が回ってきたっていう部分があるので、そのそういう点では今のところすごいなんか得をしてるなという実感がありますね。はい、いいな、そういう仕事僕まだもらってないから、うわでもいいなと思うんですよね。スタッドインとかで、まあでもやっぱ190近くの人ってそんないないからね。あ、そういうことで、はい、でもそのじゃあその190のやつで、はい、あの得をした以外にもなんかある、はい、その現場で。現場で、あ、エキストラじゃないじゃん、そうですね、スタッドインはその2日に分けてやるじゃないですか、はい、実際あの某 CM の会社だったので、その1日目は本当に宇梶隆さんと同じような境遇でやらせていただいて、
その CM を作っていくっていうのはこういうことなんだなというのを体験できましたね。僕も初めてだったので、その CM のー CM のその出来方がもう初めから分かった、はい、そうなんです。ああそれはすごいな。僕もぜひまああれば俺も行きたいなと思いますけど。行きますよ全然。じゃあお二人ともね、はい、じゃあそういう仕事にまた来れるようにということで頑張っていきましょう、はい、頑張りますということで、まあ、皆さんいかがだったでしょうか、はい、まあ少しは新人俳優的場浩司君のまあ 人となりはお分かりいただけたんではないでしょうか、はい、まあ、次回はプライベート編としてまたまた浩司君の実像に迫ってみたいと思います、はい、以上的場浩司に10個聞いてみたお仕事編でした。皆さんもうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。皆さんからのお便りお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com はじめの2分までお待ちしております。はい、ということで今回、はい、リベンジの回だったけれども、はい、どうでしたか。リベンジは果たせましたか。逆にどうですか。逆にあの前回いるじゃないですか、うん、もういたけど、その時に比べると、あ比べると全然良かったと僕は思いますけれども。本当ですか。だから僕の採点が甘いかどうかは別として、僕的にはリベンジはできたんじゃないかなと思いますけど、どうですか。自己採点で、自己採点だと OK か OK じゃなかったか。そうですね、 OK でありたい気分はあるんですけれども、やっぱりこう、ね、ちょっとなんかまだまだ気持ちない部分はあると。まあでも2回目でここまでできたらすごいと思いますよ。まだまだその2回目でその、ね、高いレベルまでいけたらまあそれはね、それはそうだけど。そうなんですよ。そんなことされたらね、僕と小林さんなんて全然あの2回目なんてまだまだあのはちゃめちゃだったと思うよ。そうなんですか。うん、だからそう考えるとやっぱり浩司君はラジオのセンスあるんじゃないかなと俺は思いますよね。いやいや、学べる場所があるからですよ。こういう機会があるから与えていただいてるので、あ、ありがたいですよね。あ、でもね、じゃあ次回あるけど、はい、次回もアシスタントとして、はい、まあ、またやっていただきますけれども、はい、次回のなんか目標だったりあればなんか何でもいいですよ。次回はですね、その僕のプライベート編ということで質問があるので、そのより赤裸々にこう自分のプライベートを喋っていけたら、まあ皆さんに、リスナーの皆さんに、まあ、的場浩司とはこういうことだよというのを伝えると、はい、興味を持っていただけたら嬉しいなと思いますね。そうですよね、はい、じゃあ皆さんも的場浩司君のプライベート編をお楽しみに次回もしていただければなと思いますね、はい、じゃあそれを目標に、はい、頑張っていきますじゃあ締めたいと思います、はい、じゃあそれでは初めの散歩、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。今回の番組のパーソナリティは僕安田雅史と的場浩司でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。